コールマンツーリングドーム ST の、しまい方をご説明します。まあ、これねいろんなやり方あると思うんですが、私の場合ですね、まず私の場合はですね、ペグをもう全部抜いちゃいます。風が強いときはちょっと気をつけてほしいんですけど、もうね本当は順番も、まあ、打つときはねちょっと順番もあるかもしれないんですけど、まあ、それもあまり意識はしてないですけど、何周もするのが面倒なんで全部順番に抜いていきます。ここはね地面が柔らかいんでもうすぐ抜けますね。このペグ抜き用のハンマーもいらないぐらいです。手で抜けますね。このように順番にもうペグを全部抜いていくと、よいしょと、まあ、本当はペグもねちゃんと綺麗に洗ったりしたら方がいいと思うんですけど、まあ、ちょっと僕は、まあ、乾くだろうという期待でそのまましまっていきます。よいしょ。それでペグが全部抜けましたね。では次にですね、この紐をちょっとね縛っておきます。まあこれも、まあ、合ってるか知らないですけど、なんとなく半分ぐらいにして半分ぐらいにしてこう縛ってます。結構ね慣れの部分もあると思うんですけど、最初ねなかなかしまう時にもケースに入らなくて苦心しましたけど、慣れてくるとねもうすぐですね。まあ、別にこれも縛らなくても入るような気もするんですけど、なんとなく縛ってます。このツーリングドーム、この ST はね、僕、ポールが一度折れてね、ああ、どうしようと思ったんですけど、もう使えないと思ってたんですけどね、コールマンさんはね、ポール1本から販売してくれますから、メーカーさんに問い合わせたらね。で、次ですね、このフライを外していきたいんですけど、フライは、この、ここで、まず固定されてます。4箇所。まあ、ペグのついでにこれも外せばよかったですね。まあ結構適当ではあるんですけど。で次にここのポールにですね、前室のポールにこのようにマジックテープでこうポールに固定してますんで、それらを外していきます。でメインのポール2本にもこのようにマジックテープがついてますので、外していきます。これがね、ちょっと結構面倒な部分ではあるんですけど、まあ、一応ね、風が吹いたりした時のね、やっぱり安全策として。もさんに退散していただきたいですね。なぜ戻ってくる、お前は戻ってくんなよ。
で、このように、マジックテープを外していきます。困った。こっちもありますね。これが、ちょっと若干めんどくさいなと思う瞬間ですね。で、これはまあ閉じておくと。後ろ側もマジックテープで止めてますんで、まあちょっとね、まだ設営動画前撮ったかな。設営動画はあるかもしれないですね、僕は。撤収動画はね、撮ってなかったんで、今日気候もいいんで撮ってみようと思います。雨も降らなかったんでね、バッタか。どっか行け。よいしょっと。どっか行ってくれ。はい、これで取れるかな。これで取れますね。これ取るときですね。まあ、これも大体なんですけど、こうなってて、ここがこう真ん中なわけですよね。だから、ちょっと久しぶりだから忘れましたね。ちょっともう一遍戻して、こうなっててこうだから、こっちもこう、こうしてこうすれば元の形が分かってきますので、こうなってたわけですよね。まあ大体でいいんですけど、多分これで言うとまあこの辺ですかね。この辺をこう持って、まあどっかに置いて、よいしょ、でまあ僕のやり方ですと、ちょっとこう両側を折り曲げて、で、サイドを折り曲げて、で、これだけ、これであとは巻いていく感じですね。ちょっと一旦、この石の上に戻ります。で、次は、一応ですね、こうちょっと開けといた方がいいみたいですね。これ取った時にシューッとこう空気がここから抜けるんで。で、前僕ポールが折れたのは風が強くてこうなったんですね。もっとグーッとしなりましたけど。そうするとポールがバキッと折れたと。で、ここに穴が開いたんですね。これテーピングで補修しました。じゃあまずは全室用のポールを外していきますか。まあ、これも全部これ外しちゃってもいいかもしれませんけどね。で、ここを抜くと。で、このようにですね。なんかで見たんですけど、この隅っこから外していくよりも、中心部分からこうやっていった方が、なんかこの中のこのゴムですかね、への負担が少ないというふうなことをどこかで見たことがあります。なんでそのようにしてますが、本当かどうかは知らないです。で、次に、このフックを外していきます。よいしょと。するとインナーテントがシューンとね、こうしぼんでいきます。
これで外れました。あとはですね、こっちの前側の方にのポールを差し込んでますんで、注意深くこうバーンとね、こう反動で跳ねる時もあると思いますんで、外すと。これも同じく真ん中からやっていった方がいいというような情報がありました。なんか隅っこからやると、あの最後の方にすごいこの真ん中の紐がビーンって伸びて、ここに負担がかかるらしいんですね、ということらしいですが、よいしょっと、これはまだ折れてないやつやな。ちょっとでもちょっと癖がついてきてますね、だんだんと。まあ、これも消耗品ですよね、多分ね。まあ、インナーですね。これは私の場合はまず、これも結構なんですかね、大体ですね。まあ、強いて言うならこの辺のラインですかね。このこういうのがついてるところ、これでこう折って、もう一回これをこのまま折っていくと、このようにうまく収まるわけですね。こうなるわけですね。でさっきのフライ、フライもね、加水分解でしたからね、だんだんあの水をね含んで劣化していきますんで、まあ、いずれはまあフライだけ買い替えるとかね、いうこともできますし。ちょっとね、あのツーリングドームも SD もね、フライの色がちょっと渋めのやつも今出てるんで、そのフライに変えてもいいかもしれませんね。このフライが劣化したら、ポールはこのように袋に入れると。でこれペイント、でこのポールとペグを芯にして巻いていきます。これもなんかこう空気をねこう抜きながら巻く感じですかね。空気がすごい、最後溜まった。でこのままここにスポット入れると、これがね、最初の頃なんかすっごいなんかパンパンになって全然入らなかったんですけど、慣れてくるとこんなスカスカになるんですよね。不思議ですよね。でこれで締めると、でコールマンのツーリングドーム ST の、締まり方でした。